グッドアフターヌーン。燃料ホース交換をしたらお昼を過ぎていました。ということで、グッドアフターヌーン。エンジンもかかり、オイルも温まったところで、オイルとフィルターとドレンボルトとをまとめて交換です。年間走行距離1000キロほど。ドレンボルト外してオイル抜いてみますと、思ってたより綺麗です。ホンダ純正ウルトラ G2、 車外から純正オイルにしたら調子良いと思ってました。今回は帝都産業のプレミアム M4S10W40 化学合成油を入れてみることにしました。オイルフィルターも年に一度の交換しています。このフィルターはマグネット付きで鉄粉吸い寄せる。効果があるか目に見えてわからないのが残念でした。ここにワッシャーがくっついてたりしてね。バネも取ってね。フィルターから出てきたオイル綺麗です。パッキンもブリッと書き取って洗浄して組み立てていきます。今回はデートナのフィルター F02 パッキン付属ですね。手袋がオイルでベトベトしてるので、そのままパッキンにブリブリしてみたけど、よじれねじれ防止でちゃんと塗る廃油で、バネとワッシャー、そしてデートナのオイルフィルター。交換前との違いを探してみたり、よくわからないのでパコパコしてみたり、動きはスムーズ。ボーブランドのマグネット付きフィルター、内側を覗くと鉄粉の塊が見えるので、きっとあそこに磁石がついているんだなと思う。これだと鉄粉の確認しづらいですの。ちょっとバイクを左に傾けたらオイルがダラダラ。これが終わったらドレンボルトもデートナのマグネット付きにしました。鉄粉を目視確認できるように、ここに出っ張りが磁石になっていて、磁石に鉄粉がついても目視して拭き取ります。ドレンボルトとフィルターを取り付けまして、プレミアム M4S を2リットル、町乗りからロングツーリングサーキット、耐熱性正常性に優れ、効率的にエンジンを保護、クラッチ摩耗の高耐久性能を発揮、販売代理店を通さずにユーザー様へ直接ウェブ販売、低価格化しているので買ってみました。フィルター交換時は 2.1 リットル補充なので、 100ml はウルトラ G2 です。オイル全容量 2.4 リットルのうち交換できるのは 2.1 リットル、400ミリリットルはウルトラ G2 ということですね。廃油は20リットル缶に移して、廃油処理ボックス台を浮かせてみたりして、フィラーキャップも取り付けて、エンジンを始動させて、オイル点検窓を覗いて、グッドアフターヌーン。
アイドリング中で加減ちょうどかな。よし。ちょっと見えにくいけどよし。エンジン停止して上限確認。上がってきましたね。上限はここ下。まあ、だいたい良いでしょう。今回使用したアイテムは、こんな感じでした。あとは走ってみてからですね。マコトワークス、2024年3月16日アフターヌーン。